はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトル東方丈介編究極、こちらのフロア5ですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。でアビリティ見ていきましょう。まずハイディオ、何もつけておりません。続いて、バニラアイスですね。エキスパバニラ、地をも超える執念、愛してないの黒属性得意ブーストですね。得意じゃないですね、黒属性スピードブーストですね。こちらですね。そしてフレンドは階段ですね。階段ディオをマリーでおります。下線ディオですね。では参ります。いやー、大変な面倒なところですね。ここもとは言っても手順さえ間違えなければいい感じのところになってます。では参りましょう。リオが狙われてますね。アイリオさんが狙われております。そして決戦リオが倒れる。続いては、行きたいところですか。ちょっと用心していきましょう。さあ、ゲージが溜まりました。あとはのびりと待つだけです。アイディオが狙われております。アイディオが倒れました。さあ、続いてはシエスですね。まずはやすい方から倒していき、本体のね、刺激シーを倒しておかないと増員がやってくるので、きっちり倒しておきましょう。本が落ちてきました。さあ、一つずつ倒していきます。倒しましたね。最後も倒します。回復瓶が欲しいな。回復瓶が欲しいです。回復瓶が出てきました。
ではですね、回復瓶を取りながら、そして面倒な老ストレートをですね倒していきます。はい、続いてはここは回復しておきましょう。先導ツェペリナがねアイテムばらまくので面倒ですね。一度倒していけばなんとかなります。はい、次のラウンドですね。そして第3ラウンド、一応回復しておきます。次のですね、ジョセフがですね、いきなり攻撃仕掛けてくるので、ジョセフ対策としてゲージじゃないですね、体力の負担にしておきます。なるべく端にね逃げておきたいんですが、うまくいかないようです。いい位置に逃げてる、いい位置に逃げてる、よかったよかったです。倒れませんでした。ジョセフでは倒されたくなかった。ジョセフで倒されると大変な目に遭いますからね。ジョータロもやってくるんでね、しかも CS なので逃げようがありません。さあ行きます。蹴りまくります、蹴りまくります。場所が悪い、場所が悪いぞ。魂チップを使っておきます。気を取り直していきます。弱点ヒットするか、した。さあこれでかなり状況が変わってくるはずです。これで倒せなかったらもうしょうがないです。あ、倒せましたね。第3ラウンドも倒すことができました。よかったです。続いて第4ラウンド。ここかね、倒す順番がね、結構きついですから。まずはですね、倒しておきたいのが
リサリサ先生ですね。移動距離をね短くするんで、リサリサ先生だけは確実に倒しておきたい、ね、リサリサ先生まずは倒せました。続いてはえ回復瓶を入れてくれる、白い加工ですね。白い加工を加工頑張っております。さあここで問題なのが倒し方ですね。これです。トニオさんだけは倒さないようにしましょう。トニオさんだけは倒してはいけません。トニオさんは意外に体力があるのでね、なんとかなるとは思うんですが、赤ちゃんがこれで倒せましたね。これはラッキーだ。ツーンを倒していきます。さあ続いてはうまいことアイテム処理しながら倒していきましょう。まずはシーザー、まずはシーザーを倒し、順番間違えてますね。順番間違えました。順番間違えました。シーザーを倒す出来ではなかった。ボインゴ、ボインゴを先に倒すべきでした。あ、トニオさんがだいぶ回復してきましたね。さあこの CS がどうなる。ここを乗り切ればなんとかなりそうです。倒されましたけど一応大丈夫。やり方を間違えておりました。さあ回復瓶を取って、トニオさんを倒していきましょう。間違えたかな。あ、倒せましたね。順番ですね。順番を間違えなければこんなに苦労することはありませんでした。さあ最終ラウンドです。カメオがね、邪魔なのでカメオは、ゲージを取られていくのでね、まずはカメオは倒さずに
右を先に倒していきましょう。そして城太郎ですね、カウントブースト、これも気になる。上杉じゃない、先生太郎が倒れました。ハイディオのおかげでなんとかなっております。さあ続いてはカーズを倒しましょう。さあ今度はオルナレムですね。ここでうまいこと倒れてはくれませんでした。カメを倒しておきましょう。ちょっと怖いですね。CS 待機状態怖いです。さあ3ゲージは取られましたが、意外に攻撃力があった。しかし大丈夫です。潮を超える執念がハールをかけて無事、クリアすることができました。はい、よかったです。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いてはいよいよ最終フロア、フロア6ですね。こちらを攻略していきたいと思います。ではラスト対決